こんにちはポップグランピーの小井戸です自転車日和の日々ですねそして気持ちいい季節なのでなんか最近の土曜日は毎週通勤していると る運動所グランドでいつも何かしらの運動会がされているという感じでそんなとこでも秋を感じながら過ごしてますえー、っと今日は今日はというかここ最近なんかオーダーペイントの紹介を全然できてなかったなと思いましてそしてあのすごく素敵なペイントオーダーのものが仕上がったので今日はこちらのお色味だったりカスタムについて紹介をしていこうと思います。はい、まず モデルは東京バイクモノです、えーと。大人車7つモデルがありましてざっくり分けるとこの上のチューブここですねがまっすぐになっているタイプとこう斜めに下がっているモデルがありましてまあ、っすぐのモデルが4つですね 26QSCS モノで、えー、と変速付きの3つのモデルと変速のないモノです。 っていう感じで分かれてます。まあ万能モデルの26とちょっとスポーティーな感じの QS CS、そしてまあもう機能的にも見た目もとにかくシンプルで、でもそこがすごく魅力的なものです。あのポップグランピーでは結構やっぱり人気のモデルですね。変速はない。 けど割と軽やかなのでで坂も結構楽々登れてていいっっちゃうあのっていう感じですただこう重たいギアでこうしっかり思いっきりこぎたい早くスピードを出したいっていう方にはちょっと物足りないそういう方にはやっぱりこう変速はあった方がいいかなと思うんですけどゆったり街を楽しむ広島の街橋をこう緩やかな傾斜を越えていくっていうぐらいには本当にこうおすすめなモデルです。はい そんなものの s サイズですね。で、えっ、ー、とオーダーペイントをしています。オーダーペイントはえっ、ー、とまあ、ざっくり2種類ありまして、これも何度か紹介してるんですけど、えっ、ー、とパウダーペイントとウェットペイントがあります。でまあ、パウダーペイントは強度が特徴で、あの12種類の中から選んでいただくで、今回はパウダーペイントじゃなくてウェットペイントの方ですね。ええー、とウェットペイントはとにかく。あの色が豊富だったり、ペインターが。 こう独自にこう塗り分けができたりする。結構細かい作業がこう得意っていうのが特徴の塗料です。こんな感じで好きな色。もうすごい。細かい違いとかからも色々選んでいただけます。はい、そんなウェットペイントで。まあこれラルの色よく見ていただくんですけど、今回はこっちから選んでいただきました。えーと車の塗料シリーズです。これは？見るのがすごく。 こっっちだった楽しくてあのー、国産車ダイハツとかホンダとか国産車をはじめえー、とーまだ続きますね国産車が BMW とか。 あ見えてないですかねフォルクスワーゲンとかフィアットとかプジョーとかそんな感じで外車もあったりとか、まあ、眺めているだけでも楽しいような、えー、と車の塗料シリーズで、まあ、今回は車の色に、えー、と寄せてというよりは、えー、となんかベージュもいいなオリーブもいいなグレーもいいなですごい悩んでてでその合間みたいな色をすごく吟味して、まあ、ラルの色味 この車のの車塗料のどちらも見比べて一番ベストって思った色を選ばれたという感じなんですけどあの結構憧れの車にの色っていう方は結構多くてポップグランピーではあのミニクーパーのアイスブルーとかとっても人気だったりあとは日産のパオの色にされた方もいらっしゃってパオは私もいつか乗ってみたいなと思いながら。今回の色は ええと、トヨタの fj クルーザーのベージュです。まあ、車がかっこいいので、もちろんすごくいい色なんですけど、東京バイクに塗るとこんな感じです。で、えっ、ー、とマット仕上げにしています。はい、という感じで、まあ物をベースに。えっ、ー、とオーダーペイントして、そしてタイヤの色を変えています。色を変えたというか、ちょっと太いのにしています。 えとまずモ、ま、ノ、あ、が59,400円でウェットペイントのマットだと26,620円そして、えー、とタイヤをかりますかね標準のタイヤよりも、えー、と2段階ぐらい太くしてます26インチの1.5というサイズで、えー、とこれはどのモデル26インチの26ビズモノレジでどのモデルでも履ける太さです。私もこれを使っていていビズで あのやっぱり安定感は増すしでも太すぎなくてそんなにこうもたつく重たい感じもないしなんか程よくで太いもうちょっと太いブロックタイヤとかにするとごつい雰囲気も出るのでそういうのが好きな方はもちろんそっちも全然良いしっていうなんか程よい太さかなと私は個人的には思ってますでベージュの色味もいい感じなのでフレームカラーいろんな色に合わせやすいかなと思います。 はい、でモノとレジェ変則のないものとレジェはもうあのちょっと太いタイヤも履けちゃうのがいいとこだったりしますあでもこの太さは26ビズとかも履けるので、はい、どのモデルにもおすすめですちょっと安定感が欲しいかなとかポテッとした見た目が好きな方とか是非はい。 という感じで,でこの太さにするとチューブも交換するので、まあ、タイヤとチューブで前後合わせて7920円とかです、はい。ひとまずこんな感じで、まあ、もうちょっと小物はつけていくんですけどざっくりのカスタマーこんな感じです。えー、とオーダーダペイイントとタイヤの色結構この色の組み合わせが私的にはすごくあの好きで素敵だなとあのお客さんにもすごい合いそうだなという可愛らしいでも可愛すぎない雰囲気です。 はいそんなところでここまでの、えっと、モノペイントタイヤチューブを合わせると金額円になりますで、えっと、東京バイク26が96,800円なのでここまでやってもペイントしてタイヤを前後変えてもあの26のノーマルよりは少しばかりこうお得な感じなのであのモノはせっかくこうちょっと。 金額もややリーズナブルになっているので、こんな感じで、あのもうちょっとこう。好きな感じに乗りたいっていうこうカスタムベースとして使っていただくのもいいかなと思ってます。はい。 こんな感じですそして、えー、とポップグランピーでは、まあ、動画の時いつも言ってますがあの金利負担ゼロ円ローンをやっていますさらに今年からあの金利負担ゼロ円に加えて保証付き盗難保証が付くっていうのもあ,のありまして、えー、とご購入から1年間もし例えば盗難されてこの金額の場合9万3,940円で盗難されちゃったら えとお客様負担はまあ1万円残り8万3940円は、えー、と会社あのローンの会社が負担をしてくれるというあのとってもお得なローンがあります。金利負担は0円でただただ割り算していくだけなのであのぜひでそれで盗難補助とかもついてくるのであの安心して乗れるしぜひ皆さんご利用いただければなと思います。で、 まあローン使うとどんな感じかなというと、まあ、月々3,000円以上と24回以内だったら金利負担0円で組めるので例えば24で割ると3,900円なので、まあ、2年間円ずつぐらいでいでけます。そして、えー、とじゃあ1年間にしたらどうかなっていうと12回分割だと7,800円ずつぐらいとかえっ、ー、と。 6回払い半年で終えたいなっていう感じだったら1万5000円ずつぐらいとかそんな感じですなのでまあどのぐらいで払い終えたいかなっていうところか、えー、と月々いくらぐらいにしたいかなっていうところとかでちょっとバランスを見ながらあのお好きな回数を選んでいただければなと思いますはいそんな感じです 気持ち良い季節なので、ぜひお店にも試乗車も全部ありますので、乗りにいらしていただければなと思います。はい、それでは今日の動画はこれで終わります。ありがとうございました。